こんにちはヨッピさんこんにちは津田ひろふみさん <laughs> こんにちはヤスペイさんハッピーバースデーの字がすごいヨペゾーさんこんにちはおはようってサッチンプリーさんおはようございますともあきさんもこんにちは めっちゃなんか「ビーボービーボー」ってこんにちは玉明さん「おはよう」さうちミスした?「おはよう」を英語で入れたってことかならちゃんこんにちはこんにちはせいなさんまた来ました神戸のまーちさんありがとうございます <laughs> ハイズさんもこんにちはカムカムさんこんにちは呼んでるよって 読んで,ないんですよピーボーすよ今日こそ体操今日また別の服体操服じゃないこれは韓国で買った服なんですよ韓国で500円ぐらいで買いましたねこんにちはさらちゃんそうですよ毎日体操服体操服そうそう <laughs> きょでは何たは何た今日はあれ食べましたかあのー、なんていう名前だっけそうピザ食べましたよピザを2かけら食べましたさあちゃんハミンチョリッキーさんこんにちは韓国の大将いやなんか韓国で500円ぐらいで売ってたんですよなんか韓国でもなんか5000ウォンとか1個0が多いから 韓国から日本に帰ってきた時に値段とか見る時に「えっ安っああ」みたいな <laughs>「えっ?」ってなるけど同じ値段みたいな感じになるフライドパテト食べたんですかいやうがいじゃないんですよ家でなんか作ったんですよハル <laughs> さんだるまありがとうございます可愛い,いねってありがとうございますだるまひさしさハートありがとうございます今日は何で今日は今日は まず5時に起きて、その後は11時に起きました。<laughs> イェ<エ>ーイ <laughs>。謎多い。二度寝二度寝しました。スベイさんも手をありがとうございます。サッシーさんもハートありがとう餃子の皮でもミニピザできます。あ、それやったことありますよ。なんかちっちゃいやつで。こんにちは。はやっそう。5時に起きて、なんか目が覚めたので、七並べしようって思ったんですよ。 さあちゃんこんにちはって7並べねえあれなんですよね今日の歌今日は歌はないですねごめんなさい7ならもしかしたらまだ寝てるかと思ってさっきまで並べてたら通知来たって <laughs> 寝てないですもうさすがに寝てないですよはやって思ったがもう一回寝てるそうも,もう一回寝ましたもちろんですよ安部さん晴れてありがとうございます遅刻しましたってありがとうございます ありがとうございました。なんかね、あれだったんですよ。あのー、一回5時に目が覚めて、七並べしようと思ってやったんですけど、もう最後の方とかも、こうってもう寝そうになりながら、あ,ーあ,ーあーってなってきて、もう一回寝たんですよね。<laughs> さラちゃん今日可愛いいってありがとうございます。さっきまで並べてた、なんかさ、皆さんのなんか並べてたっていう言い方が好きなんですよ。<laughs> 面白い。 俺が来たぞってありがとうございますハ <laughs> チンプリさんハートありがとうございます21歳大人すぎそうそうあなんかメールで懐かしい曲のことを書いたんですけど何の曲だったかというとなんかねあそう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 また忘れそうだった何の曲だったかというと皆さん知らないかもしれないんですけど車の CM のオーシャンデリーゼーって言うと知りません ってンてててタてタてタてててタてタてタてんてタ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 てこれが YouTube の BGM でてれてたんですよそしてでこれ聴いたことあるって思って何の曲だっけって思ってこの歌好きなんだよなと思ってそれで「オーシャンデリーゼ」って調べたんですよ <laughs> そしたらそうて m だったんですよ車のそれで「2013」とか書いてあってえてって思った スケモンさんバラありがとうございますえ2013って言ったら宮脇さくらさんがって思った総選挙で27位を取った年じゃないですかって思った奈良 <laughs> のおじさん天栗りさん <laughs> モテよありがとうございますそのその曲を懐かしいなって思ったのと懐かしいシャンデリーで <laughs> サラは車免許取りたいえー、でもどうだろうサラはね車 勉強を取ろう、車運転したらなんか事故するって言われるからしないかなーああげキスして <laughs> 中学生にそんなこと言ったら使われますよ <laughs> みんなおさんだからおさんってなんですか <laughs> ?26 位かふうくんさんだルまありがとうございますシャンリーゼリゼをそれが2013でびっくりしましたそうなんか これ、あの、ふうきさん、だるまありがとうございます。そうなんですよ。なんか、これ、あるあるなんですけど。<laughs> あるあるで、その、何年とか、きいと、聞くと、押しが何歳みたいな。考えますよね。これ、あるあるなんですよね。捕まりますよ。この間、車をぶつけたか。三十万円 <laughs>、け。聞きました。そう、大変ですよね。年表の見方。そうだし、なんか。そう、なんか、音楽の教科書、音楽とかの。 そのベートーベンとかあるじゃないですかベートーベンとかそういう系の <laughs> 逮捕者特殊 <laughs> そうそう捕まりますよするともう何度か捕まってるわてなんか音楽とかの教科書で音楽とか美術とかでこの作者の生まれた年何年から何年みたいな何年からなんか何年から何年に生まれたみたいなそしたらなんか その作者の,その死んだ年とかもあるじゃないですかそういうのも思い浮かべるときも全部推しの推しが生まれる36年前に死んだんだ的な全部推しと関係したことにしてしまう金がない逮捕者正解だってパープライスはわらわらって <laughs> ありがとうございました柴うさんさあサラちゃんこんにちはそうですよ元気流昇拳さん花束ありがとうございますドリコン星なのでドリコン星まあサラはでもちっちゃい子好きですね2013年は7歳入ってますね ややばいの多いな、やれやれだって、やれやれえ、いや別に、そんな別に、やばくないですよ、全然別に、やばくはないんですけど、ちょっと、投げキスはお断りですね。こんにちは、お疲れ様ですって、クロさん、お疲れ様です。<laughs> すごい覚え方だな、と思って。 そうなんか推しが生まれる何年前とか考えたら覚えれるんよあ推しの1章を2回してもう半分したらこの人の人生の長さなんだ的な感じでやってるんですよ <laughs> それ名言だって「ヘンリー王さんこんにちは」<laughs>「他のメンバーの子普通に小学生とか小学生にも要求してるんですか?」「2013年初めて握手会全体全握手会って体験した」ってああ 2013年三年は <laughs> 2013年は対戦はしないかなあ対戦じゃなかった握手はしてないかななんかなんかなんかあれなんだけど混ざっちゃった七並べとダブルウィンクまあまあまあこれはまあまあダブルウィンクというものはつまりあれなのでまばたきということなので その四六時中はダブルウィンクはしてるのでその瞬間を見てください <laughs> いつもしてますよダブルウィンクは <laughs> しさくらたんえー、でも宮脇さくらさん好きですねその頃はなんかその頃は一旦なんか AKB さんから離れた年だったんですけど最近はまた見てる最近宮脇さくらさんめっちゃ見るようになってちなみに通報したらって通報はしないですけどね <laughs> さあちゃんそういうところ好きでそんトですかありがとうございます <laughs> 推しの誕生日なんて覚えてないやかえ推しの誕生日が一番覚えてるんじゃないですか皆さん <laughs> 推しの誕生日って覚えてますよねあとでもメンバーの誕生日とかあんまり覚えてないももちゃんの誕生日何日だったか覚えてない多分11月生まれなんだけど推しの誕生日推しの誕生日ねイケアンとかわかるよでも2月とかは近かったらわかるかも <laughs> マムロさんハートありがとうございます。握手は対戦ですよね <laughs>。対戦じゃない、何も戦ってないですよ。冷静な回答で。マムロさん、ハートありがとうございます。覚えてますよねヒメタンビームのはしてくれるヒメタンビームって何ですか仲本姫子さんのやつしか知らない。サルちゃんはの上を行くメモメモ。の上の行くハートありがとうございます。覚えてるよって。え、なんか、あの、携帯の番号とかを絶対あれにするのってありそうじゃないですかこの。 携帯の番号を押しにするみたいそのもそういうのめっちゃやってましたもう全部の ID がその時の押しの番号 <laughs> 2月生まれのメンバー多いよねって本当に頭がパンクしそうってほんまにってパマルマるさんハートありがとうございますモモちゃんには何しにしょう推しの誕生日が一緒いや一緒だから推すあそっちんぷりさんかあそっかそっか月ぐらいはマリーナミーも違いそうマリーナビーも違うそう自分の誕生日近い人はわかるんですよあの いけやん自分と同じ誕生日のメンバーって会ったことないんだよねってああさらもないですね自分はそれともその誕生日忘れないですアカウントに入れたりするああそれはめっちゃあるあるサッシーサッシーの誕生日いつかい,いつだろう分かんないいけやんって ID そこでもではしませんって本当ですか <laughs> そうめっちゃ違うこと話していいですか <laughs> ごめんなさいずっと何回もコロコロ話が変わってあのー 大園桃子ちゃんの誕生日ならあ分かんないかななんかかわいいですよねでもう <laughs> ん粋のお宅 ?11 月22日分かました指原さんねそう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 関係ない話しようとしてんだったなんか関係ない話でめっちゃ面白い話あるんですよ <laughs> この前なんか夜寝れなかったから なんか面白いサイトとか言っていろいろ体操服の喫水とあ、喫水かわかりましたごめんなさいありがとうございますなんか体操服の下ズバンそうですねこの下はまあ今の服的にはあれなんだけどなんかこの前夜寝らなかったからあれなんですよサイトを調べてたんですよ面白いサイトみたいな感じでいろいろ調べててなんかないかなって思いながら面白い んですよそしたらなんか「性格診断」っていうのが出てきたのであやってみようと思ってやってみたんですけどそしたらなんかで診断のその問題質問の内容的に内容はなんかそんなログインとかしなくて簡単にできる内容はなんか電車とかで足を組むかとかあ電車で足を組むかとかあと何かな足を組むかとか他には何があったかなあの待ち合わせ場所には 待ち合わせ場所にはその5分前に行くかみたいなギリギリに行くかみたいなとかとかなんか電車で人のことを観察するかとかいろんなまあ問題がいろいろ心理テストだったんですけどあったんですよサラのあれ何だと思いますかサラの診断結果何だったと思いますか当ててくださいそのそれをした結果サラはどんな性格になったでしょう <laughs> これびっくりしましたもうびっくりされますよ本当にやばいですよ 当ててください <laughs> しかもその表現の仕方が受けたほうって天然天然そういう感じ優柔不断まあそれは合ってるかな大雑把明るい DD まあ DD も合ってる当たってたいやもうやばいんですよじゃあ正解いきますよ <laughs> 違う正解は <laughs> これびっくりしますよ皆さん皆さんサラのルームから出ていかないでくださいね ナルシスト計画もうそんなんじゃないんですよ全然びっくりしました自分で俺様ってどういうこと絶対皆さんゼロにならないでねここゼロにしないでねじゃあさらの性格診断セットの結果は <laughs> マジ面白いがサイコパスもびっくりするほどの性格の悪さって出てましたどう思いますか皆さん そうそうなんですかサ,サイコファスもびっくりする性格の悪さ「性格が悪すぎて自分では気づけません」ど「どうしようもないです」って言ってました「普通に普通に聞いてください」でどんなその普通に人をいじめたかとかそういうのがあるんじゃなくって普通になんか聞いてください普通にあれしかないんですよあの足を組むかとか組まないんですけど組まないとか集合場所にギリギリで行くかって言ったらまあ行くんですよギリギリなんですよいつも結構。ででギギリギリで行くとか あとまあなんかそんな感じなんですよ歩く時に右側歩くかかみたいな普通に普通なんですけどなんかサイコパスもびっくりする性格の悪さって出ましたええと思って,、えー、って,思ってなんか出た瞬間もうびっくりしすぎてしすぎてスクショしましたびっくりしてもう,もう怖すぎてそうサイトが悪いでも全部診断結構そうなるのかなと思ってあとはもう1個診断したんですよなんか最近診断好きなんですよ 潔癖症診断っていうのがあっってて潔癖症診断っていうその質問内容的にはなんかあれなんですよあなたはあなたは何だっけあの人が触ったものとかを触れますかとか袋とかあ袋レジの袋とかも汚くないかとかエレベーターのボタンを押せるかとか何かいろいろ質問があったので全部答えたんですよね。 <laughs> そしたら <laughs> まあでもサラはちっちゃい時なんかちっちゃい時に人のものがも飲めなかったんですよ今は全然大丈夫なんですけどなぜかなぜかすっごいちっちゃい時になぜか私あ人のものは飲めるけど人に自分が飲んだものを渡さないみたいななんかあったんですよそういうのがで全然潔癖症じゃないんですよでも今は全然物とかも触れるしでなんなんだろう自分潔癖症かなどうかなとか思いながらで部屋は綺麗かとかそして調べて 診断結果何だったと思います <laughs> これも面白すぎてびっくりしました自分でびっくりしましたじゃあちょっと潔癖症って出るかなって思ってたんですよそしたら何つ出かけてたかというと「あなたは汚いもの好きです」「お部屋とお友達になれます」って出ました <laughs> どういうことって思って何を基準ん っって思ったんですよなんかその「はいいいえ」の間に「普通があってさらにあ,あるので123455等分されてて5個選択肢があるわけなんですよ「はいいいえまあまあそうまあまあ違うはい」みたいな「普通みたいなで「家部屋が今汚れてますか?」みたいなのってただ最近片付けたのであのあれなんですよ「いいえ寄りにしたんですよ」「家と普通の間」そしたら「お部屋とお友達になります」って出ました。部屋片付いてるんですよ今 どう思いますか <laughs> 汚いもの好きですって何って思ったそんなことないだって好きな人とかおらんでしょう。<laughs> 怖っと思ってびっくりしましたじっくりしてよかったねそうかなやばくないですか部屋見せてよどうじゃろう部屋見せれるぐらい綺麗今は綺麗にしました そう、ホラー以外に出てきそうなサイトは気にしなくても大丈夫でちょっと悲しかったのでそっちにそっちは本当にだってなんかやばいじゃないですかだからあの全部こうなるのかなと思って全部あのあれなんですよ「人のものとか触れますか?」「いいえ」とか全部そっちを真逆を押してやってみたら「あなたは極度の潔癖症です」って出るしなんか普通に。 毎回それが出るっていうわけじゃないんですよ、潔癖症診断は。あの、性格の方の診断は分かんないんですけど。だから、怖って思った。だって、やばくないですかああ、1週間に1回は徹底的に片付けないと気が済まない。サラも片付けてますよ。紗良ちゃんでね、全然、なんか人が減ったような。嘘嘘嘘嘘。減ってないですけど。<laughs> 皆さん減らないで、1576、ここから減ったら怒りますよ。カニフミオさんも手をありがとうございます。 分析しすぎってそうそれでなんかショックになっていろいろ探したんですよ <laughs> でも当たらないっぽいですね <laughs> これは来月からサラちゃんのメール取るってこれを聞いて取ってくれるんですかありがとうございます <laughs> 逃げますね逃げないでさあ <laughs> せっかくあんまり決めつけない方がいいしそう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 決めつけない方がいいんですよまだあくまで診断なので <laughs> 大丈夫、累計だから減らないでマジでしないでくださいよ。まあ減らないだろうですけど、めっちゃ伸びが減ったらどうしますかあの、1時間の時点で1700人。あの、100人しか、これからさ、100人しか増えなかったらどうしますかもうちょっと何十分かとって。体操服は毎日同じの着てるの違うじゃないですか、昨日とは。あくまで診断。そう、なあちゃんの部屋とか公開されたけど。あ、でも、フ <laughs> ォロースは増減するだって。皆さん どうしてくれるんですか怖くない性格ってことにしてえでもこうじゃなくないですか怖くって自分でもうびっくりしてああと思いましたんフォロワーが減ったらそういうことなの違うからあくまで診断だからさらがお部屋好きとかじゃなくて部屋きれいなんですよでもなんか知らないけど心理テストやったらそうなったなんでか分からんけどうあうん <laughs> 本当にごめんなさいああ みんなもうすぐそうそう2時半から14時半から妹ステレビのやつがあるのでぜひ2時半までに配信終わるのでぜひ皆さん行ってください見,よ見ましょう夏子さんこんにちはもうすぐ2時半から時14時30分からあります皆さん見ましょう怖いから一旦ハートを後ろにしようってやめてー <laughs> 診断だからもう言わなきゃよかったこれからショールロームずっと黙ってきますよこうやってうんって見ようってそうですねーってあははって フォローよろしくお願いしますって言っときますよこれからきッキ,キだよって <laughs> こうやってあークイズ参加しますイェーイ <laughs> なんで言っちゃったんだ今日は月末だからしてません七並べ楽しいですよねーってこんなになりますよさらん面白い猫かぶりさらが出てくるあさやかにややちゃんさらちゃんモードで行こう,行こうかな。<laughs> 面白それもよっきいやだってだってみんながさサラが本当の本当のっていうか普通にあった出来事を話したらさなんかハート白にするとかさ減るとか言い出したのでもうサラはキャラ変をしようかと思います <laughs> あははみたいなうーんそうですよねってニコみたいなで <laughs> もういっぱい話さないとちょっとダメだった最初サラちゃんのブリックに騙されたサラでもそんなにやりかな変わったかな今日いってきゅえい、ー、ってきる見よっかな そこは嫌や。<laughs> あはは。やりますよ。もう皆さん。出て行かないで、<laughs> ヨッシーさん、誰もありがとうございます。手遅れ方。手遅れコーションじゃん。どうごく。いちご好きそう。いちご。いや、いちごはなんか、フルーツの中では。まあ、結構好きなんだけど、フルーツの中では。あれかな。いちごよりは。何が好きだろう。フルーツの中で好きなのは。 なんだと思います。何,何かな用洋なしとか。用洋なし好き。と<っ>、きっよりちょっと行き片付けないだけ。え、うん、今めっちゃ可愛く嫌い。牛さん、誰もありがとうございます。え、カフェ声出したら、あれだな。行こう。<laughs> 私はカタカタです、そうそう、カタカタ。そう。まず、どんな喋り方だったかと言いますと。S. T. U. フォーティーエイト二期研究生の清水サラです。これからって感じで。<laughs> やってる。フォロワー減ってるよ。おめでとうって、え、減った。本当に減ったん。んやばっ。っほんまに減りました。皆さん。もうアイドル診断とか、本当に、でもみんなも診断してみて、多分みんなももしかしたらもうサイコパスもこう。フォロワー減りました。フォ <laughs> ロワー、フォロワー減った。受ける <laughs>。さっきの話でさ、ゼロになっとったらどうする。キャッチフレーズでえる。変える。キャッチフレーズ何しようかな。 <laughs> キャッチフレーズブリッコサラだったら <laughs> ブリッコサラだったらキャッチフレーズ <laughs> 面白い何だろうサラちゃんが何してもサイコパスに見えていたサラサイコパスなんでサイコパスは星にならないんですかなんでんでんでなんで,なんで,なんでオーディションの時そんな感じだったね STU482 期研究生の清水サラですこれからって感じだった これから私の大好きなものって感じでしたゼロを悲しいって高校生中学生中学生で作詞清水ずさらだって作詞作詞かなそうかな全然そんなことないフォロワー数がさらに倍だって <laughs> これでフォロワーゼロになっちゃったらどうしますか まあさらフォロワーゼロになってもこのキャラこのキャラというかこのテンションでやり続けますよあなたのハートをさらにドキドキさせちゃうぞあああいいですねあなたのハートをキンキンさせちゃうぞみたいな <laughs> これがさらの <laughs> キャッチフレーズ嘘嘘嘘嘘,嘘明日にはフォロー戻ってると思うよってですかが自分で自分をネタにできるのは強いでこ出しするかできるでこ出しうーんでこ出しか 最初の頃サラちゃん好きなのでフォローを外します。なんでや、サラちゃんの頃のサラちゃんより今のサラちゃん好きなのでフォローを外します。あ良よかったです。ネタ、ネタだったらよかった。ゼロとかむしろ前説だからって。あ逆に絶対にゼロになったらバズる説。学っこいいね。中学生すごいねありがとうございます。<laughs> とりあえずサラちゃんがゲ者タッシャ、ゲかりましたそうですかみんなさらに みんなさらにメロメローって感じ。こ <laughs> れい、ね、ん無理 <laughs> やったですね。うん面白い。リコチのサラちゃんのモノマネすごい似てるねって。あでもねなんか、ね、リコちゃんのもサラのモノマネね。<laughs> あれなんかあれなんですよね。あのサラがあれを真似したくなる。 清水サラです清水わからあんサラな言い方じゃないですよあれを聞いてもうんか恥ずかしくなったので喋り方変えましたなんて言おうかな月から変えますこれからも清水さらですっていうのやめるもう特徴ない感じで清水さらですっていう清水さらですですを強調するとさらっぽくなるんですよ清水さらですって書いてないんですよ白パン大好きみたいな細胞が強くなるみたいな莉こちゃん寝キスしたらフォロワー増えるかもよって寝キスしまた来た さ,さらに倍減りますって,ってフォローソロはゼロチャレンジしてるしてみるみんな協力してみると思うよってこわ本人に影響の出るものまで変えたのかって、いや言い方言い方キャッチフレーズとか変えてないんですけどこれじゃんこれじゃん落ちちゃった <laughs> どんがらガッシャーンって感じ 黄色い救急車あのモノマネは特徴を捉えてるそうだからサラの特徴と言ったらあれなんですよ清水サラですで「です!」って「です!」を強く言ったらサラになるのでリコチが本当のイメージに見,見えてきた本当ですかピーポーそう慌てすぎあ何も慌てないんですけどサトちゃんさ可愛いいありがとうございますあーんってまた呼ばれてる あそれはミリアちゃんが教えてくれたいんですよさらにミリアちゃんがさらに「ねこれ知っとる?」って言ってこれ教えてくれた「さあちゃんやほやほやほーいってマオさんすごいこんにちは特徴があるのはいいこと本当ですかフフ <laughs> タフフタったタさっきから何かやってると思ったら笑ったピーポーかそう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 いやみんながピーポーって言うから。 実は今もリコチなの入れ替わってるってなるわけないじゃないですか。サラちゃん、サラちゃん、愛してるやっぱりサラちゃん、お姫様は世界で一番愛してるってありがとうございます。マ <laughs> ネしたくなるもんなって。サラちゃん、誰かのものまねせのえ、できない。ええー、できないですね、サラは。フークさん、ハートありがとうございます。コーチのバンジーさん。晴れて。夜に、サラちゃん、スピンかないや、ファンデーションだけ塗ってますね。ファンデーションと、あ、リップも塗ってます。ファンデーションとリップ以外はね、でもファンデーションとリップってほとんどじゃないですか サラちゃん星投げたってありがとうございますそうだからファンデーションとリップ塗ってるのからすっぴんじゃないですね全然でも多分ソウルーム映してるからすっぴんになるのかもしれないです人の胸にめぎれネン SD2 期生,期生すっぴん増加中そうなんですか2期生すっぴんが増えてるんですかお <laughs> しらん、おしめんランキング終わりおしめんランキング終わったあそっか14時までか え、ありがとうございましたありがとうございました皆さんまた書きますサイ内はメールでサインの方までありがとうございます皆さん紙ふみ皆さん可愛い,いありがとうございますそうなんだチークありませんそうサラはチークいらないんですよなんでだと思いますかそう自然に顔が赤くなるから講演してもでもサラが一番変えたいのはあれなんですよ あの先輩と話したら顔が赤くなりますなんか緊張したら顔が赤くなりますなんかステージとかで踊ったりするのにも先輩の方と話す方が緊張するのでめっちゃ緊張するので顔が赤くなるのでこれ変えたいんですよで赤面症直し方って調べたらまず自分がどう思われてるかを気にしないようにしましょうそしてみたいな感じだったのでえー、って思ったステージどっちだけど出身ってどっちそうですよ広島 笑ったピーポー、ぶりっこした後で自分のツッコミ最高だなって。そんなのあったっけなんかツッコミした一瞬よるすか夜にってこと神戸のマーチさん、可愛い,いありがとうございます。え、サラちゃんのブリックキャラみたいやって。<laughs> サラのブリックキャラどんなキャラかなどんなキャラだろうサラのブリックキャラ そう今日自分自爆情報でサラちゃんの好感度が爆上げしました本当自爆情報ででもこのここに今いる人のは多分しほとんど知らないかも「ひたな感じました」っヒロさんありがとうございます気にしないのができないからいそうじゃなくてなんかまず関明書は何でなるかというとなんか自分がその赤顔が赤くなる時に自分が何を今思われてるのかっていうのを気にしすぎて顔が赤くなるらしいんですけどそういうわけじゃないんですよ別に今何を思われてるのとか思わないんですよ気にしないのができないから悩んでるそうそうなんですよ だけどもう顔が赤くなるのはもうもうあれですね解決しましたドンキに売ってる1000円の青い液体とももちゃんからの誕生プレゼントの高いやつであれしましたあのー、もう何ていうのもうあのあれしました解決しましたその繰り返し診断ももちゃんにもしてしてもらおうかなしてもらおうと思います 物物理的なそうそう物理的的ななそそうう解決方法でで見つけてしまったんですよそ顔を黒くするのが手っ取り早いとい昔のゲルの人がい「赤くならないのあれ塗ってると赤くならないなんか紫になる紫になりますなんかねこの前もねも,もちゃんにね「なんで顔紫なの?」ってね純粋なカード一回やってね「わおって思った血流がいいから大丈夫も,もちゃんの結果も気になるそうですねやるしかないですね やっぱ昼ごはん食べてから頑張ろうと思ってたから、さあちゃんの順位108位ぐらいかもって。おお、ありがとうございます耳赤く。耳赤くならないかな、別に。あれ、うん、早くデッキ全部さあちゃんにしたいって。おお、ありがとうございます。血流がいいから大丈夫って、本当関係あるんですかそういうの。広島っておすすめスポットとかあったりする。ええー、広島のおすすめだットスポットは、あれですね、STU48 をですね、戦場劇場ですね、広島国際、なんだっけ、広島フェリーポート。ぜひ来てください。 まあないんですけどおすすめですよアイスもあるし水も500円でありますよぜひ来てください500円の500円で水もあるのでぜひ重曹に聞かれてもなって紫残酷な質問そう顔紫になってるって言われちゃった宮島好き宮島好き宮島めっちゃ面白いですなんかねうん <laughs> すごい500円の水ですよあのね 名物の500円のかきカレーパンと500円のアイスと500円の水もあります <laughs> ぜひ来てくださーいそして公演も見れるので実質実質タダですちょっと意味わかんないけどタダじゃないあの1個いいですかチケットチケット買えば実質タダなのであとは <laughs> チケットを買えば な,なんだっけこういうのありますよねチケット買えば実質ただみたいなチケット買えばそれ以降はただみたいな <laughs> なんだっけどういう名前だっけなんか変なやつありません <laughs> なんだっけな船に乗ったのは山口あそっか山口それもねあるんだったんですよ県外でなくなっちゃったんですけど行きたかったお安いって500円の水って前ネタ貸してんでもなんか本当にあのなんか可愛いペットボトルに入ってるので洗浄価格で500円で そそうそうパッケージがシティ48風になってるのでここでしかゲットできないのでぜひ買ってください今なら今なら2つ付いてきます <laughs> もみじまんじゅう売っとるっけ売っとるしょうからんライブハウスでドリンクって買えば考えれば500円ぐらいだよねってそうかなよくわかんないサーちゃんのレッスンで実質ただですって言っとけあそうだねサラが全部払った分のレッスン回収回収さあれするので た,実質ただ実は、おしべが可愛いから実質ただ,だあの水はさらの涙を絞ったものということで。えー、絶対誰も買わんし。何変わってるのか知らなかった。変わってるのか何何何がペットボトルが400円なんですかああ、そういうこと ?500 円でのうちの、そういうこと宣伝上手だって。<laughs> なんでジャ,ジャパネット清水って。 ペットボトルが400円その水も増えて公園を楽しんでいきます公園楽しみましょうみんなで500円水500円ですさらに500円公園再開したら伝説の水買いに行こう伝説の水そうぜひ買ってくださいよ皆さん STU の朝だよねそうそうそう STU の汗よしーさんハートありがとうございます STU コラボの瀬戸内レモンまんじゅう食べたことない,ないですね食べたいですね食べたことない清水社長で待ってますよ よしーサハートありがとうございますメンバーの気持ちをお値段に上乗せそうそうそうメンバーの気持ちが入ってるねさらちゃんに歓迎されるなら水買うだって歓迎あれ販売中止になったらしいよもんも、ま、そうなんですかえ販売中止なん,でなん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 でよしーサハートありがとうございまーす滝野さんに似ているかわいい女の子が行列になっていたことがありましたえそんなことあったんですか滝野さんに似てる その方にえレスとか言ったらどうなるんですかウィンクしてとかやったら <laughs> その水は毎回買ってますってみんな買ってるんですか初日公園の時に買ってペットボトル飾ってるよーっておーありがとうございますペットボトルをステージに見たら爆レスってペットボトルをステージに見したら爆レスってことかあ五百円 <laughs> それレス買ってるようなもんじゃないですか五百円で別にそんなことはないですよみんなに やろうと思いますよそんなことしてなくてもコロナの影響とかもあそうなんだあ並んだかわいい女の子よりねそうなんですかそれはじゃあサラもロックオンですねえー、見たことないですね水ペットボトルのラベルが指定仕様になってるからカラーは500円でも納得できましたってあ最初は違ったんだ水購入ループせなって歓迎 <laughs> サラちゃんの利益になるどうかそれはどうじゃろうでも STU が STU がねい,いいことになりますね ハローってロさんハローこんにちはつかーさんうん富士山の山頂あたりでは水500円って聞いたことあるそうなんだ高いんだ水のペンライトの代わりに水を振るかあー確かにあでもペンライトの方が高いですよね <laughs> 水振るんですか <laughs> 元気元気サラトちゃんの好みの小さい子じゃないとあ小さくはないんだそうなんだね s、うん、u がいいことになるの大事そうそうそういいことって言っとかないと思うそう小さい子じゃないんだなんかサラでもちっちゃい子の画像がめっちゃあれにたまってますあのー、めっちゃちっちゃい子の画像が聞いたあのフォルダにたまっててあれなんですよフォルダはまだ作ってないかの写真のあれにたまってます写真のなんかあれにめっちゃたまっててあのあれですねなんだっけそう各国の美少女が好きですねサラ 髪型可愛いってありがとない好,きな色好きな色は水色と紫とピンクピンク水色と紫ですね山を登るとどんどん値段が高くなるってそうなんだそんなのあるな富士山サラちゃん物販得意かなって <laughs> 売りつけるな「えいらっしゃいまってやりますよ最初は富士山の水 ST がいいこと言うな <laughs> 見られたらやばいねってそうね昨日聞いてなんか昨日おととい昨日かなんかゆりサラが自画像で宿題が出たんですよ 自画像の宿題が学校から出て書いたらめっちゃホラーみたいになったのでゆり南ゆりなちゃんに写真を送ったんですよねそしたら間違えて手が当たってしまって可愛い,い女の子エヴ,ァエヴァちゃんっていう子役と女優の,女の,子,子,役の,子,役の子役とモデルの子知りませんなんか 2008年生まれのエヴァちゃんっていうハーフの女の子そ,うその子の写真をいっぱい集めてた頃なんですけどそれを間違えて2枚送ってしまって一緒に送ってしまってパッて一緒に送信取り消して触れ,触れられてもないからさらやばいと思われてるかもしれないユリナちゃんに <laughs> 知らないえ知らないの行誤爆ですもう盛大な誤爆をやらかしてしまいましたわたっこり誤爆をやらかしたので <laughs> 子役ロリコンサラの好物 <laughs> 船に船に行きすぎてそう子役ロリコンなんですよもうキッズが好きすぎてもうついに誤爆しちゃいましたゆりなちゃんに送っちゃいましたサラそう送ってパパパパパッって取り消してうん <laughs> 面白い SNS 始めたら心配だそうですよねキッズとつながりたいってハッシュタグ 一枚だまだしも二枚でって二 <laughs> 枚で <laughs> ごバカ気をつけてくださいはい <laughs> 雨から晴れ本当ですね雨から晴れてきましたねだんだんそうゆりなちゃんがゆりなちゃんに送っちゃったんですよゆりなちゃんに間違えて送っちゃってあのーゆりなちゃんにあのあれなんですよ一緒に送ってしまったんですよ <laughs> でもだからその写真はでもそれで間違えて <laughs> 送ったのにもかかわらずまだ消さないっていう <laughs> ずっと保管してるまだ <laughs> 絶対消さないみくりんおじさんならぬ「しみさらおじえじゃあさらこれから「しみさらおじさん」でいこうと思います <laughs> さあ田中みくさん好きなので大好きなのでつながりも NG そうなんですねキッズとつながりたい NG かわいい子役ならな,なからのお水ならさらちゃん普通にループしてそう <laughs> ループしますねしみさらおじさんでいきますこれからは <laughs> 自称キッズ増加 <laughs> 誤爆しようとかそう誤爆したんですけど、まあ、その瞬間はまあ LINE からはさすがに消したんですよだってちょっと意味わかんないから突然自画像送ろうと思ったらいいねえ見て見てこれやばくない自画像書いたみたいなこと書いてパッと受けられて子供の画像だったら怖いじゃないですかえこれ写真じゃないし誰ってなるからあこれ絵じゃないし誰ってなるから誤爆しようが消しはしない私は消しはしないですねミクリの中にはおじさんすんでしみさらおじさんだからさ <laughs> これを平常運転にすれば誤爆にならないあそっか普通にちっちゃい子全面に出していけば なことミクどっちが好きなのうんなこさんとみくさんどっちも好きですよでもみくさんとかはショールームとか毎日見てますね結構みくさんの方がなんかショールームとかやってるから見る,見るんですけどあれですねなこさんは最近はあれかな「何回誤爆言うねん」ゆりねが大人でよかったねっ」いやでもまあまあそうですけど <laughs> まあさ <laughs> らが一瞬で。 <laughs> もう言わないです何でもないですサラちゃんのニューヨークの写真は送らないのあれ送ってないまだ見ようかな取り消しちゃったんですよサラがだからメンバーサラおじさんの存在気づいてそうだけど多分気づいてますねサイコパスの診断結果はとういうことを言いたかったのかなってそうなのかなわかんないですねどっちも好きですか正解えもうどっちも好きなんですよ本当にどちらも大好きです s k スの小学生知ってますよハイ、はい、シミレスちゃんかわいい僕はサラちゃんが可愛いいと思いますって <laughs> ありがとうございますかにふみよさんバラーありがとうございます清皿おじさんですよ <laughs> 面白い清皿おじさんでいきますねミレイちゃんそうミレイちゃん見てますスルーされるのもきついそうそうスルーされたので向こうに決してパッて取り消しちゃったからあ間違えた可愛い子の写真集めたでもなんかね説明してないのでゆりちゃん ゆりちゃんって誰ゆりちゃんゆりちゃんゆちにはなんかまだゆあのその可愛い子が好きとかは言ってないのでまだ全然言ってないのでそのゆりちゃんって誰とかじゆりちには言ってないのでなんかまだ説明するのが大変なんですよあのね私ちっちゃい子が好きであのあのペドペドペトペトリフィアなんだっけなんだっけだからみたいな。 何回も説明するのが無理なんですよ、モサロ。ハートありがとうございます。それで、だから写真集めてて、で、昨日たまたま保存して、いつもはしてないんだけど、みたいな、昨日たまたまおしめの写真見つけて保存して、それで間違えて今隣に並んでて、とか、LINE で言う、どうとう思ったら、相当のあれがかかるので、もうカミングアウトしないので言わないですね。い言い訳じゃなくて、これ本当その次の日、前の日にたまたまなんか夜に可愛い子、可愛い子というか、まあ、結構前からしてたんですけど、見つけたので、そこから、 スクショして集めてるって感じ <laughs> なんだろうフォスターさんだるまありがとうございますそれは危険だってそう <laughs> 分かんないどういう言葉だったか分かんないそうそれを言わないといけないから言ってないんですよもう取り消して終わりましたでもその時なんかまだ何ていうの既読ついてなかったからワンチャン見てないかもしれない もうサラの配信星だらけになるじゃないですか皆さんちゃんと考えてまあ星だらけになってもサラまあ改できるんですけど星だらけになるじゃないですかサラの配信 <laughs> サコちゃんももちゃんとチューしたことあるのサコちゃんはないけどサラはももちゃんとチューしたことあるんですよね <laughs> サラはさらけ出しますよ優等生キャラがおじちゃんキャラおじちゃんキャラ <laughs> サラの配信星だらけサラの奇跡のスター配信でいきます考えるこっちの仕事らしい 危ないおじさんのファンになるやばい配信だってそんなにやばくないですからちゃんとあのあの言ってますからちゃんと考えて <laughs> 解読できちゃいます私は星星を星だらけまあまあ星だらけって言っても実質星ないですけどねももちゃんとずるいよーってえしかもその写真あるんですよスペシャルスター配信です今日は <laughs> かわい,い間違えちゃった通報しちゃいになっちゃった間違えたスペシャルスター配信でいきますよ後輩でかわいき気ついてきたらさっちゃんえーもうかわいがりますもうもう直視できませんってなりますねどんな状況でチューするえこの前はなんか舞浜のホテルでなんか舞浜の東京に行った時のホテルであれしました「ももちゃんが」が <laughs> もうまあもういいやす言わないですさら <laughs> 星が飛び交うのでで言わないですすもうやめときますねずるいよーこんな気持ち縫うのとないですももも初期からギャラだいぶ変わったけどサラムスがえっこのキャラ受け止めてくださるんですかルーシーさん <laughs> サラちゃんなら許されるってって調子に乗りすぎるとお母さんを超えるよって解読が得意ないるでもね時々ね隣から笑い声聞こえるんですよ今日は聞こえてないけどももちゃん奪われちゃったのってってネットで検索しないでね何をハートありがとうございます パンパンバンされんなよだってスターいい意味でだってくっちゃんさんかわいいありがとう星星で星だね何かなさすがに読めないかなそれは好きすぎてもう言わないですサラ <laughs> ももちゃんと一緒にお風呂入ってそうだなそう入ってる本当それは入ったこれは本当ですよ作ってないですよ今のじゃなくて本当に入りました言えない言えないようなやばい やば,いやばくはないけどなんかなんか語弊を招くようなあれなので言い方をしかできないので私にはなんかなんていうの語弊があるというか,なん,かなんか誤解を招くちょっとなんか言い方になってしまうのでそのねなんか状況的になので今日は言いません <laughs> まあ普通に普通に喋る分には言うんですけど皆さんがそれに反応した時に星だらけになるというのが見えるのでももちゃんとの仲中しめっちゃ好きですね。 携帯よりも四十八げの制限が必要ですね。そう。思って、さあちゃんが中学生で。そうそうそう。全然大丈夫です。しんどそうだなって思ってた。しんどくはないんですよ。別に。<laughs> 俺、清水さん、四季おじさんになるわ。ありがとうございます。<laughs> 誤爆も誤解も、語弊もありますよ。森り、盛りだくさん。すっかりもうちゃんと仲良しになりました。 すぐマウント取りに来るからって何のマウントですかメンバーから「百皿の関係聞かれたらあの2人はできてる?」あの人はできてるってどういうこと?「百皿の関係聞かれたらあの2人はできてる?ってううてる」って答えてしまった聞かれるえっ百皿はどんな感じですかって聞かれるんですかメンバーにどういうこと ?10 時でおる前にだないやその流れでいくとやばいじゃないですかすっかり仲良しになったね思ってそうなりましたここは星 星ですかか r と,かいうこと何分かんないどっちが猫ですか猫って何くっチャーさん晴れてありがとうございますそうそんな感じ <laughs> こういうさーちゃん最高本当皆さんそういう感じですかちょっとやばいかもしれない今日終わった後 <laughs> 面白まあさらのいつものキャラはこんな感じですねもうみんなもうメンバーのみんなには結構バレてバレてるというかもうもう学 楽屋というか裏ではもうこんなもっとや,やばいので <laughs> もうみんなにね <laughs> もう言わんオスターさん誰もありがとうございますやばいよやばいよまあこんな感じサラはもう裏ではもう結構なんか「わあ!」って感じ「こういうサラちゃんが最高です」だって将来には AI 発言を 解読してすぐにーを入れてくれるようになるかもえどういうことどういうこと喋ってる時喋ってる時ってこといいいいカード何か分からん育った方が楽だよえサラはいつもこんな感じ <laughs> <laughs> 初見だとサラちゃんのっぱさは見抜けないそうなんかねサラねなんかね「はい」とか強く言ってしまう癖があるのでなんか「です」みたいなだからなんか分かんない感じなんですよ バレないバレないというかわからないんですけどなんかあれなんですよねイイエローカードなん,でなんでイエローカードホスターさん誰もありがとうございますこんな感じ <laughs> そうなんかバレないというかなんかわかんないなんかねまあまあさらは <laughs> ルの時はただ可愛い子だと思ってたよーだって棒読みだしじゃあメガネかけてそうだねメガネかけて配信しようこれからちょっと待っててあと5分10時30分からそうピュアサラでいきますあの これ行きますねさらちゃんのせいショールームの n g ルが増えそうな勢い。本当ですか戻ってきましたクイズの時間さら <laughs> ちゃんの配信出た時にさら <laughs> 自体がバンされちゃうのこんな感じで 真面目キャラで終わろうと思いますこれで壇上読みますね今日は清水沙羅が NG ワードえ悲しいどういうこと沙羅は NG ワードになるとかありえないありえない <laughs> やばいおじさんには見えなくなったはい芥川龍之介さん読んでる 今更無理えどっちのサラ好きですか真面目でというかサイコパスキャラだから真面目な人は真面目キャラでいくと言わないこうやってなんかね響の平田さんあそれなんか言われたメンバーの子にも「へのりさん尊いとうとうありがとうございます」なんかねこうやって私こうやってやるのこうやってはあって震わせる今のサラちゃんが好きって悲しいサラの裾を受け止めてくれないんですかやばいサラちゃんも大好きだってありがとうございます それが恋と気づいた今さら <laughs> こんなピアに見える子が最後かしわってもうピュ,ピュア中の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 ピュアですね優等者見えるどう連中方程式そう昨日ね頑張ってルートやりましたもうルートをめっちゃ頑張った大人紗和ちゃんが好きだっておうちで行きましょうか 賢く見えますね面白いから引き握手会ん握手会での熱弁は反応分かれそう熱弁熱弁何がサラリンおじさん21歳あその前ちっちゃい子好きってこと,ううことちゃんと締めるちゃんと見れるのにその裏には <laughs> そうルートをやってや,やりました頑張って <laughs> 太宰さも読んだか 読んでないですね。ありますよね、それ。真実、握手会で見けそう、皆さん、握手会来てください。その、この皿この大人皿とさっきの清美紗おじさん、どっちがどっちが本当の皿か見極めるには、握手会に来るしかないです、皆さん。そしたあなたはありがとうございます。今起きたありがとうございます。ステージのの上ではすごいのにあやもう あの僕の太陽公演練習してるのでまた公演再開した時にはあちょっと真面目キャラでこれ真面目な話ねこれガチであの僕の太陽公演練習してるので公演再開した時にはあの僕とジュリエットとジェットコースターとあとあのビバハリケーンボイゼンガールのところとのとドリーミングアールのその密局のブロックのあのニコ笑顔を頑張ろうと思うのでニコニコ笑顔で頑張ろうと思うので。 それを頑張るのとジェ,ットジェットコースターをもっと上達させようと思ってますこれは真剣に練習してます夜にあとねダイエットもして頑張って痩せて公演出ようと思うのでぜひ皆さん来てくださいそしてもう何に最後のラジオのさ宣伝のお時間みたいかわいいってありがとうございますそしてあの本当のサラのねサラと喋ってみたければ握手会に来てくださいほん笑顔のプロとして頑張ります公 <laughs> はかっこいいギャップがかわいいって本当ですか でも、でも、あの、サラ、公演の MC で喋れないんですよ、一個も。やばいんですよ、サラの公演での MC のドの黙り度。あはーって感じなので、そこも改善できるように頑張り,ないと思い、ま、頑張りたいと思います、サラちゃん。頑張ります。えんちゃんさ、さあ誰もありがとうございます。これは真面目系の、真面目っていうか、普通の、サラ、普通に、普通の。ジュレットの時のサラちゃんのパフォーマンス、本当にかっこいいだって。本当ですか僕の太陽公演見に行ったら見に行ったら、サラちゃん、しっかり見るね。え、ぜひ見てください。 まあシミサラおじさんかおわこの真面目系プロサラあの清水プロとシミサラおじさん選んでいいですよ皆さん選んでくださいどっちがいいですか握手会で来てくださいねんか前始め初めてる時からね力すごい本当ですかありがとうございます頑張りどっちがいいですか清水清水プロバージョンとシミサラおじさんバージョンあるのであるので 先生 <laughs> んかね最初宣伝するのができなかったんですよさ選択制なのであのどちらのテンションもさるですよ握手会ではおじさんせいあじゃあそっちでしましますね難しい選んでいいですよ半々でお願い半々半々まあ両方しますねありがとうございます <laughs> あ確かにしプロおじさんにしたら両方あるのかじゃあし清水プロか清皿おじさんかプロおじさん選んでいいですよプロおじさんはプロのおじさんってこと おじさんがプロいだけですけどプロおじさん選んでいいですよ皆さん <laughs> 中間かなプロおじさんがねちょっと2つ意味がある中間っていう意味とプロとおじさんくっつけた中間っていう意味とプロプロのおじさん <laughs> もっとやばいってこと <laughs> 選んでいいですよまあ今は言わないですけど何にも握手会で小声で言いますね剥がされないそれこっち側や <laughs> さら的にはプロおじさんしたい感じ <laughs> プロおじさんが本当のキャラだからおプロおじさんはやばいおじさんってこともっとやばい <laughs> もっとやばいシミサラおじさんのことシミサラおじさんをプロックした感じかなまあ握手会は選択系なので皆さんまあまあちょっとまあ皆さん楽しみましょうプロレベルのおじさんそうそうプロレベルのおじさんってことあそろそろランキング読みます14時30分から妹テレビあるので見てください皆さん そして13位、へのしさんありがとうございました。最後はプロでいきます。ありがとうございました。そして12位、りゅうしょうきさんありがとうございました。そして11位、フォスターさんありがとうございました。やばい、やばい、やばい。そして10位、安兵衛さんありがとうございました。短くなっちゃってごめんなさい。 そして9位エンチャーさんありがとうございましたそして8位マモルさんありがとうございましたパチ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 。そして7位ヨシーさんありがとうございましたそして6位ハイジさんありがとうございました そして5位、マルさんありがとうございましたわ。ごめんなさいね、早くなっちゃって。もうちょっとで始まっちゃう。そして4位、ケブ・ピエチさんありがとうございました。そして3位、サクサクさんありがとうございました。パチパチ。そして2位、ドサンク・リョータさんありがとうございました。 どうかさんありがとうございましたごめんなさい一回途切れちゃったそして1位くっちゃんさんありがとうございましたありがとうございましたーごめんなさいあげ切れちゃったいろんな話で盛り上がって楽しかったって本当ですかありがとうございましたーまた来てください 時半から見てくださいねもうあ今から始まるのですぐ切ったら YouTube で「妹もうテレビの」のありがとうございましたバイバーイ。